俺は藤森慎吾。リズムゲタ武勇伝で一世を風靡したオリエンタルラジオのチャラい方。一時は人気が低迷しちゃってる時期もあったけど、最近チャラ男キャラで再ブレイクして女の子にもってもての大スターでーす。チョリース、ゆみちゃん、久しぶり。あ、どうも、お久しぶりです。あいあい、どうしちゃったのさ、ゆみちゃん。そんな暗い顔してちゃ、せっかくの可愛いフェイスが台無しだよ。ええ、それが実は、私、妊娠してるみたいなんです。藤森さんの赤ちゃんを。え？デビュー間もなく、武勇伝ネタで大ブレイクを果たし、デビュー3年目には、10本の冠番組を抱えるまでになっていたお笑いコンビ、オリエンタルラジオ。しかし、その人気は3年も持たず急速に低迷してゆき、2010年代には、それまで抱えていたレギュラー番組のほぼ全てを失うまでに落ちぶれてしまうことに。俺たちもそろそろ芸人としてのあり方を考え直す時期に来てるんじゃないか？なんで？別にこのままでもいいじゃん。今まで稼いだ金もまだ残ってんだし。そういう問題じゃないだろう。貯金なんてすぐに尽きる。このままじゃ俺たち本当に芸能界から消えることになっちゃうぞ。かもね。でも、その時はその時じゃね。はぁ、何のんきなこと言ってんだよ。お前、自分の生涯に不安を感じないのか？別に。俺は毎日楽しく暮らせりゃそれでオッケー。小難しいこと考えるのはお前に任せるわ。ふざけんじゃねえぞ、この能天気野郎。もっと真面目に考えろよ。うるせえ、お前が心配性すぎるんだよ。そんな陰気臭い顔ばっかしてっから、誰も笑ってくれねえんだろうが。ちょっと、二人ともストップストップ。テレビ局の楽屋で喧嘩なんかしてんじゃないよ。ああ、こいつといると俺まで神器臭くなっちゃうわ。気晴らしに共演者でもナンパしてこよーっと。おい、シンゴ、もうすぐ収穫だぞ。ほっとけばいいですよ、あんな奴。どうせ本気で芸人やってく気持ちなんてねえんだ。うるせえ。俺だって悩む時くらいあるんだよ。でも、芸人としても下積みもろくに積んでない俺たちに、これ以上何ができるってんだ。藤森さんはもともと軽い性格ではありましたが、芸人としての将来に不安を抱いていたのは相方の中田さんと同様。この時期、藤森さんがまるで開き直ったかのように派手な女遊びを繰り返していたのは、そんな不安から逃れるためだったのかもしれません。そして、そんな時に藤森さんが出会ったのが、さゆりという女性でした。さゆりちゃん、モデルやってんだ。ホステスの仕事との両立は大変じゃない？まあ、そうですね。でもモデルとして売れるまでの辛抱ですから、辛いなんて思ったこと一度もないですよ。えらい。そんなさゆりちゃんを努力に免じて、ドンペリ開けちゃおう。ガンガン持ってこい。キャー、ありがとうございます。ふーん、噂通りのチャラ男じゃん、こいつ。金もそこそこあるみたいだし、私が有名になるための踏み台としてはちょうどいいかも。えっく、飲みすぎた。大変。これじゃ一人で帰るのは無理ですよ。私今日はもう上がりなので、家まで送ってあげますね。さゆりちゃんはいい子だな。俺たちの人気が下火になった途端に手のひらを返してきた奴らとは全然違うよ。もう、これっぽっちのことで感動しないでくださいよ。困ってる人に手を差し伸べるのは当たり前のことじゃないですか。ちょろー。ちょっと愚痴聞いてやっただけなのに、すっかり私のこといい人だと思い込んじゃってる。この夜、藤森さんはなし崩し的にさゆりさんと一夜限りの関係を持つことに。そしてそれが、後の藤森さんの人生を狂わす大きな原因となるのです。うまういねー。なんやそのコメント、チャラすぎるやろ。あ、この人、前にうちの店に来てた芸人さんじゃん。最近またテレビでよく見るよね。ああ、藤森慎吾でしょ？チャラ男キャラ、超やばいよね。そういえばこの人、うちの店に来たことなかったっけ？確かあの時、さゆりがテーブルに着いたんだよね。マジ？いいな、羨ましい。まさかこんないいタイミングで再ブレイクするなんて。ってことは今が売り時じゃん？そしてそれから間もなく、さゆりさんは気を図ったように藤森さんに連絡を取ります。藤森さんにある取引を持ちかけるために。さゆりちゃん、どうしたんだろう？いきなり電話なんてかけてきて。まあでも、相談に乗ってほしいってんだから、断るわけにはいかないよな。あ、藤森さん、こっちこっち。
チョイス、セヨリちゃん、久しぶり。あ、どうも、お久しぶりです。あいあい、どうしちゃったの、セヨリちゃん。そんな暗い顔してちゃ、せっかくの可愛いフェイスが台無しだよ。ええ。それが実は、私妊娠してるみたいなんです。藤森さんの赤ちゃんを。え、それってマジ？他の男の子供って可能性はないの？ひどーい。私がそんな軽い女に見えますか？ごめん。そんなつもりじゃないんだ。さゆりちゃんが嘘なんてつくわけないよな。本当にごめん。そもそも妊娠なんてしてねえから。こんな話まともに信じるなんてバカじゃん。まあ、確かにお金のために数えきれない人数の男と寝てるのは確かだけど。参ったな。俺にはミナミっていう彼女がいるのに。それで、俺はどうすればいいのかな。そうだな。とりあえず口止め料は1000万円ってところでどうですか？1000万？今の俺にそんな金あるわけないじゃんか。別に払えない金額じゃないでしょ？再ブレイクだって果たしたんだし、それともこの話、週刊誌に垂れ込まれてもいいんですか？それは。わかったよ。払うよ。でも、今すぐに動かせるのは350万まで。それで、どうにか勘弁してくれよ。350万か。ま、それだけあれば半年は遊んで暮らせるし、いっか。この後に及んで値切ってんじゃねえよ、ケチ。足りない分は週刊誌に情報を売った分で補填させてもらうから。なるほど。折り返しの藤森がそんなことをね。そうなんです。私が酔ってるのをいいことに部屋に連れ込んで、仕方ないから一回だけさせてあげたんですけど、ゴムだけはどうしてもつけたくないって言って。それで妊娠中絶させられたと。そりゃ許せないがな。で、中絶同意書の写しなどの証拠は？ありません。藤森さんが証拠が残るから処分してくれって言うから。なるほど、徹底してくな。まさかあの藤森がそんな根っからのクソ野郎だとは。ふぅ、あっぶな。そもそも妊娠もしてないんだからそんなもんあるわけないっつーの。そして、その年の年末、藤森さんはさゆりさんが週刊誌に垂れ込んだスクープによって大炎上。その結果、藤森さんは報道陣の前で大々的に謝罪を行わなければいけなくなり、当時結婚間近とまで言われていた田中みな実さんとも破局してしまうことになったのでした。大変申し訳ございませんでした。本当に反省してるのか？もっと深く頭を下げろよ。あなたのしたことは人として最低なことなんですよ。か弱い女性を食い物にして妊娠中絶させるなんて、口止め料を払えば済む問題だとでも思ってるんですか？くそー、俺ははめられただけなのに。芸人ってほんとバカ。次は誰をターゲットにしてやろうかな。胸くそ悪い。何なんだよこの女は。お金の匂いのするところにはこういった金梅みたいな人が寄ってくるものですよ。ご自身の脇が甘かったせいもありますが、藤森さんがこんな悪女に目をつけられてしまったのは運が悪かったからとしか言いようがありませんね。で、この後藤森はどうなったんだっけ？あんまり干されたイメージはねえけど。一時は炎上したものの、元々の遊び人のイメージもあって、藤森さんへのダメージは比較的小さく、さゆりさんのうさんくささもあって、この騒動はすぐに収束していきました。ちょうど同時期にチャラ男キャラで再ブレイクを果たしていたことが功を奏した形でしょうか。藤森ならやりそうって思われたってこと？それもなんだかな。まあ、間違いなく不本意でしょう。実は藤森さん、裏では真面目で人懐っこい性格で知られてるみたいですからね。心を開いた相手に裏切られるというのは、藤森さんにとってとてもショックな出来事だったんじゃないでしょうか。もしかしたら、今藤森がテレビを離れて YouTube 中心の活動をしてるのは、こういう裏切りに嫌気がさしたからなのかもしれねえな。だとしたら、とても悲しく恐ろしいことだと思います。たった一人の人間の悪意だけで、一人の芸人の人生が狂わされてしまったんですから。